日本近畿地方京都府京都市下京区、梅工事公園梅工事公園は、京都府京都市下京区寒気寺町、八条防門町、梅工事頭町にまたがる市営の都市公園である。指定管理者制度に基づき、公益財団法人京都市都市緑化協会が運営管理している。公園南部は、平野清盛の邸宅西八条台に該当する。 芝生広場1990年3月に移転した日本貨物鉄道梅工事駅の跡地に平安遷都と1200年を記念して作られた京都市への総合公園である。開園は1995年4月29日。芝生広場、中央広場、命の森、須坂の庭、緑の館、須坂夢広場、紫電広場などの施設がある。広大な敷地が 各種行事に利用されることもある。土日、祝日には、須坂夢広場と、市電広場の間を結ぶ線路で、明治時代の京都市電の車両の保存運転が、行われている。公園の北東側には、京都水族館があるほか、公園西側の山陰本線を挟んだ反対側には、JR 西日本が運営していた梅工事、蒸気機関車館があった。この公園で開催された、 第11回全国都市旅カフェア会場の最寄り駅として1994年9月23日から11月20日までの約2ヶ月間の魅力カフェア梅工事駅が設置されたこともある。京都水族館2008年7月にオリックス不動産が公園の一部と隣接地を市から借用する形で内陸型水族館の建設を提案した。また、 JR 西日本は2009年2月、既存の梅工事蒸気機関車間の隣接地に鉄道博物館を建設することを提案した。これを受け、京都市は梅工事公園再整備の方向性をまとめた。京都市は都市公園法に基づく設置許可を2010年5月にオリックス不動産に与え、2012年3月14日に開業した。また JR 西日本は、 梅工事蒸気機関車間を拡張、リニューアルをした京都鉄道博物館を2016年4月29日に開館した。京都鉄道博物館本館内1階、メインスペースの様子京都鉄道博物館本館内1階、メインスペースを2階から見た様子2014年3月8日には園内にオープンカフェや大型遊具を設置した鈴木夢広場と、 京都市交通局が保管していた京都市電の車両を保存展示した市電広場が開設された。2019年12月1日、七条入口広場の東側にビバスクエア京都が開業した。屋外に常設のスケートリンクが設けられ、冬はアイススケートリンク、冬以外はノンアイススケートリンクとして営業する。リンクの大きさは長さ41メートル。 幅13メートル。ありがとうございます。